コリアケラトプスは、韓国の白亜系カブワルビアン海の岩石から発見された基盤的なツノリュウ類恐竜の属。講子の一部、座骨及び一連の関節状態の脊椎骨からなる標本キガム VP20801 に基づいて記載された。この標本は、花城市で単土防波堤に組み込まれていた砂岩ブロックから発見され、切断された標本から、 採石の前にはそれ以上のものが存在していたことを示唆している。傍聴帝は1994年に建設され、その後過剰試職員が化石に気づき、2008年に古生物学者のもとに持ってこられた。標本はおそらく単土層に由来するとされる。この非公式に命名された類層の上部は1億300万年プラスマイナス50万年前と推定されている。 コリアケラトプスは2011年にリ・タカシミダリラによって記載された。俗名は韓国を意味するコリアとギリシャ語で角を意味するカッパイプシロンドオアルファー、ケラス、顔を意味するプサイイオタ、アップシスを組み合わせたもの。タイプ種はケイハジインジェンシスで種小名は花上司にちなんでいる。コリアケラトプスの化石。コリアケラトプスは O.C. いの配信と棘と虚骨の構造において特徴的である。遠位の椎骨の一部では神経棘の高さが付随する椎体の5倍を超えている。またリラは他の複数の角竜類もお椎骨に背の高い神経棘を持っていたことを指摘している。この特性は角竜類の複数の分岐群に見られ、水泳のための適応としておそらく独立に進化したと仮定した。 ディラの系統解析によれば、コリアケラトプスはアーケオケラトプスとより、派生的なツノ流類の間に位置する。ありがとうございます。